水古伝水古伝108一覧表、数縁数縁は中国の小説で読んだ駅所の一つである水古伝に出てくる登場人物。両山泊第90位の交換で、チタン星の生まれ変わり。気象が激しく純粋で感じやすい性格。あだ名は、出林竜。獲物は、大尾の。老いに、数順がいる。東州の東雲山で、 スージュンと共に手下を引いて、山賊をしていた。また、スージュンと共にワク好きであり、それが縁で、蕎ばも営んでいる孫心と、古代僧とは顔見知りで、しかも遠い親戚関係でもあった。ある日、孫心から、儲けに騙されて監禁され、殺されそうになる海鎮と海宝の老い破りを、頼まれると、スージュンと共に心よく承諾した。さらに孫律も加わり、 数縁たちは信頼できる手下だけを引き連れて、孫臣たちと共に役所と儲けの屋敷を襲い、海鎮と海宝を救出して、盲太鼓、盲中岐阜市一族と、盲太鼓の女性である穴目の王忠だらを皆殺しに、した。当州から逃亡した後は、数縁の友人である、楊林、陶飛、石油らを頼って両山泊へ向かうが、両山泊は、宿家僧の宿浅盾松らと戦っている。 最中であった。そこで、御用の策に協力し、孫立らと共に、宿家層へ両山泊討伐の協力と偽って、潜入し、内部から攻め上げて、宿家層を滅ぼす手助けをした。その後、数順、孫立らと共に、両山止まり入りする。両山泊入山後は、数順とともに、不評軍将校となる。その後は、古宴釈戦、北京攻め。 東らし攻めにも参加している。朝廷招き暗号も両国戦、タトラ、オーケー討伐に参加した。放浪討伐では、九十攻めで、強敵、ト虎を、数順、後進、孫立らと共に攻めかかり、さらに林中が加わったことでこれをほふったが、最後の政経験の戦いの乱戦で戦死する。ありがとうございます。